そこにいるのカイさんじゃない？おい、カイさん！あ、めぐるくん。カイさんは今一人なの？ヤマトと一緒にジャングルパークに行く予定だったんですけど、突然こういうところ苦手だからって言ってどこかに行ってしまって。そうだったんだ。それでカイさんはここで何してたの？ずっと何か見てたみたいだけど。え、それは。私も小さい頃にああやって肩車してもらったなって、なんか懐かしくて。カイさんは一人っ子？いえ、血のつながらない姉が3人いて、私はその一番下なんです。あ、そうなんだ。私は毎日姉たちにいじめられて、お城の舞踏会にだって行かせてもらえないんです。え？嘘ですよ。あ、そうだ。ねえねえ、チャットっていつもどんなことを話してるの？そうですね、学校であったこととかテレビの話とか、そんな感じです。カイさんは学生なの？ううん、高校は卒業したけど、ちょっと病気を患って大学受験ができなかったんです。ですから今はシルバーと同じ予備校生ってことになりますね。そうなんだ。チャットのメンバーで特に仲のいい人とかっている？ジャップとはよくパソコンの話をしていましたけど。あとはヤマトとシルバーは気が合うみたいでしたね。ミヤビはみんなのまとめ役って感じでした。チャット以外で他のメンバーと連絡を取ることってないの？ありませんね。ミヤビがチャット外での交流は一切禁止していたので。それじゃあまた後で。カイさんってなんだか不思議な人ね。ねえねえ、次はどこに行く？あ、ちょっと待って、時間を確認しておかないと。そうだね、急げばもう一箇所くらいは回れそうかな。でも待ち合わせ時間には遅れないようにしないと。まあ、分かってるよ。で、どうするのよ。次はどこへ行く？僕、お土産が見たいんだけど。賛成！実は私ショッピングモールに気になるお店があったのよ。私も賛成よ。私も個人的に見ておきたいものがあるの。よう、
仲良く3人で買い物かい？あれ、シルバー。買い物っていうか、学校の先生にお土産を買ってたんだ。シルバーも買い物？いや、俺はいい撮影スポットがないか探してただけ。ねえ、今撮った写真ってもしかしてコンテスト用の写真なの？違うよ、今のは単なる俺の趣味。さっきのお姉さん綺麗だったろ？あ、うん。シルバーはこういうチャットのオフ会とかにはよく参加してるの？いや、どっちかっていうとオフ会よりも女の子をナンパして二人きりで会う方が多いかな。ナンパってパソコンで？嘘、そんなことできるんだ。ああ、できるよ。もっとも成功率は低いけどな。ザップたちとはいつ頃知り合ったの？確か3ヶ月くらい前だったんじゃないかな。そうなんだ。みんなもっと以前から友達だったみたいに見えるけどな。それにしてもめぐるもなかなかやり手なんだな。え？何が？とぼけるなよ。男一人に女二人なんて両手に花じゃねえか。え、違うって。それじゃまた後でな。待ち合わせ時間には遅れないでくれよ。あ、もうそろそろ時間じゃない？うん、そうだね。じゃあ戻ろうか。よし、全員集合したみたいだな。そうだ、めぐる、お前の携帯のメアドを教えてくれよ。僕のメールアドレスを？みんなでめぐるの携帯に写真を送るから、どれが一番10万円に近いか見てくれよ。お前ら新聞部なんだろ？いいけど。来た。ちょっと何よこれ。これはもしかして。そ、僕が撮ったやつや。なかなかの傑作やろ。却下、次。ちょっと待ってえな。なんでやの。あ、テッキーくんだ。ねえねえ、どこでテッキーくんと会ったの？ねえ、ここに来てすぐに入り口のあたりだったかな。撮れてると思わない？それにテッキーくんってレアキャラクターなのよ。確かによく撮れているわね。でも平凡だわ。そうかな。結構いいと思うけど。誰でも考える手だわ。きっと同じような写真が山のように届くはずよ。10万円を狙うならもっとオリジナリティがないとダメね。次は、なんだこれ。
携帯を逆さまにすればわかると思うんだけど。ああ、コーヒーカップ。そう、普通に撮ったらなんてことないんだけど、逆さまにしたらカップから人がこぼれそうで面白いかなと思ってさ。あ、ほんとだ、なんか変なの。私も今まで見た中ではこれが一番面白いと思うわ。よっしゃ、10万ゲット。おいおい、まだ早いって。じゃあ最後はカイさんかな。これは観覧車？知れないけど、ちょっとすれば価値が出ると思うの。こりゃ一本取られてもうたな。すごいよカイ、これがいい、これを応募しよう。せやな、これやったら10万いけるかもしれんな。お前もこれがええと思うやろ。ああ、そうだな。僕にはどこがいいのかよくわからないけど。私にもわからないわ。俺もそのコンテストに混ぜてもらえないか。え？ああ、もしかして今度こそ雅か？ああ、そうだよ、雅だ。雅？遅れてすまなかった。もう会えないかと思ったよ。うそー、本当にミヤビ？いやだ、超かっこいいじゃん。もしかして彼が最後のオフ会メンバー？そのようね。みんなと一緒に行動してるんだって？あ、うん。ザップから俺の写真を君の携帯に送るように言われたんだけど。ああ、僕のメアドは。今送ったのが俺の撮った写真だ。ありがとう。写真は却下ね。カイのを送ることにしちゃったから。どんな写真なんだ？これは。ね、いいでしょ？ああ。文句なしだ。ねえねえ、それより私たち誰が誰だかわかる？タオルを巻いてるのがシルバー、ショートカットがヤマト、メガネをかけてるのがザップで、そっちの小さいのがカイだろ。
さすがリーダーだな。でも、なんでもっと早こんかったんや。面白いとかもう全部終わってもうたで。何言ってんのさ、まだ一番面白いことが残ってるじゃない。ああ、そっか、その通りや。どうしたかい？あの、一応見せてもらった方がいいと思って。携帯ストラップ。ああ、そうだったな。はい、これ雅の M。 アホやな、カイは。僕らの名前を知ってる時点で無関係のやつのはずないやろ。ほんまに臆病やな。それもそうね、ごめんなさい。どうしたの、立花さん。シューマイドッグ、まだ食べてない。シューマイドッグ、ここの名物よ。パンフレットに載ってたの。じゃあ今度はそれを探しに行ってみようか。私、欲しいものがあるの。もう一度ショッピングモールに行きたいわ。え、それって全然逆方向じゃ。別にいいわ、一人で行くから。あ、ちょっと待って、しのぶ。おい、めぐる。なんか行きたい場所がばらけたから自由行動だとさ。2時ちょうどにまたここに集合ってことでよろしく。え、そうなんだ。みんなはもうどこかに行っちゃったの？多分まだそこら辺にいると思うけど。それよりさ、ちょっと見せてほしいものがあるんだ。見せてほしいものって？さっきみんなから写真を受け取っただろ。他のメンバーの写真をもう一度よく見せてくれないか？いいけど。どうかしたの？いや、なんでもない。ちょっと確かめたいことがあっただけなんだ。どうしたんだろう。わからないわ。自由行動になったならちょうどいいわ。ネジには戻るから。あ、じゃあ私はシューマイドッグ買いに行ってこようっと。え、ちょっと。何おろおろしてるんだ。え、いや、それが。コーヒーを飲みに行こうと思ったんだけど、ザップに断られちゃったんだ。ちょっと俺に付き合わないか。え、僕が？分かった、付き合うよ。どうしてシルバーたちと一緒にいたのか聞いてもいいか？
これなんだけど。あれ、それってストラップまで同じ？そう、これを持ってたらヤマトさんたちが声をかけてきたんだ。なるほどね、こんな偶然もあるんだな。でもさ、なんで今日は待ち合わせ時間に遅れたの？みんなだいぶ心配してたよ。ああ、それが出かけにちょっと親と喧嘩してしまってね。遅れるなら誰かの携帯にでも連絡すればよかったのに。それができたらとっくにやってたよ。え？メンバーの携帯番号を知らないんだ。俺が決めたことだけど、こういう時にはちょっと不便だな。会ってみてイメージと全然違った人とかはいる？驚いたのはやっぱりカイかな。彼女ああ見えて優秀なんだ。科学方面の知識に強くてかなりいい大学を狙ってるらしいよ。へえ、そうなんだ。みやびは高校生だよね。ああ2年生。そうだ、まだお互いちゃんと自己紹介してなかったな。そういえばそうだね。僕の名前は桃井めぐる。え、めぐる？めぐるってもしかして恩恵の恵って書いてめぐるって読む？そうだけど。聞いたことがある名前なんだけど思い出せない。どこかで俺と会ったことはないかな？ないと思うけど。そうだよな、俺も見覚えがないし。ま、いいか。で、君の名前は？俺はみやびだ。分かってると思うけど、これ以上の情報は明かせないな。で、めぐる、聞きたいことがあるんだけど、いいかな？なんだい？簡単な質問だよ。みやこちゃんとしのぶちゃん、どっちが本命なんだ？お、本命？僕たちはそんな関係じゃなくて、その立花さんと忍はただの同級生で。それなら俺がどっちかに声をかけても構わないか？え？やめた方がいいと思うよ。立花さんは人使いが荒いし、忍はちょっと怖いし。なるほど。後で二人に報告しよう。ちょっと勘弁してよ。めぐるは遊園地好きか？え？でもちょっと絶叫系の乗り物は苦手だけど。俺何年ぶりかでこういうとこに来たよ。ガキの頃から大好きだったな。夢がいっぱい詰まってるって感じだろ。営利目的とはいえ、来場者を楽しませるためだけに全てができてるんだぜ。あの着ぐるみの中じゃスタッフが汗だくだろうし、
あっちの観覧車は鋼鉄で作られた骨組みを持っているけど、そんなことお首にも出さない。夢を売ってるんだよな。白鳥の例えがあるけど、まさにその例えにぴったりだ。見えない水面の下でずっと足をかき続けている。でもあの白鳥の例えは人間のエゴだと思うね。だいたい白鳥が、どうしたの？悪い、ちょっと用事ができた。じゃあ集合場所でな。あれ、シルバーは？仕方ないな。時間がもったいないし、あいつとはしばらく別行動ってことにしようか。また毎時間この場所に帰ってくるようにすれば、そのうちまた合流できるだろう。そうだね。ねえ、次ここに行かない？ゴーストラビリンス？なかなか面白そうじゃない。じゃあそこに決定！大丈夫大丈夫、ただのよくある幽霊屋敷だって。